ソレはこの曲知ってた？知らない。リズっていう一人ぼっちの女の子のお話。一人。ある日、知らない少女がやってくるの。二人はすごく仲良くなって、そのまま一緒に暮らし始めるんだけど。嬉しい。最後、二人は別れちゃうんだよね。待って、そばにいて。ずっと、ずっと、そばにいて。先輩、のぞみ先輩と相性悪くないですか？そんなことない。私がリズなら、青い鳥をずっと閉じ込めておく。リズが逃がした青い鳥って、リズに会いたくなったらまた会いに来ればいいと思うんだよね。物語はハッピーエンドがいいよ。